くです。やっていきましょう。魔女の泉 R。一回ね、なんだっけ、名前。ゴーレムさんの後ろに行く前にね、やり残したことを、家の周りでやり残したことを潰していっているところですね。で、キツネ靴のキツネさんたちを倒します。うん、イロシちゃん。いやー、キツネ靴の、キツネたちの厄介なところは、MP をね、吸収してくるところなんですが、私は結構 MP、あ、MP が足りない!使ってた。MP をあんまり使わないタイプなのでとか言おうとしたのに使ってたな。よし、からの特殊スキル命の木。命の木が最強だから今のところ。うん、よしよし、範囲も広いしね。これは命方面であげてよかったよ。うん、よし、とりあえずね、命の木を使える状況にできたらもう勝ちです。物理の3連続アタックでこの子を倒し、もうキツネ靴の攻略方法はこれで固定ですね。1回、よっしゃ、吸収、楽しいねー。じゃああっちのも倒そう。ほい、うん。石きつねやって、食らって、物理三連で倒して、うん。で、特殊スキルの命の木。よし、おっしゃおっしゃ。おっしゃおっしゃおっしゃい。いいね、経験値ゴリゴリもらってる。ここね、アイテムありそうなもんだけど、ないんだよな。ここだな、次。あ、宝箱があるぞ。君。キツネたちの攻撃力が低いのが、助かる部分だな。物理の3連続アタックを君に。よし。で、特殊スキル。ほい。強ーい。強すぎるよー。楽しいよー。気持ちいいよー。よいしょ。あれは、あ、レシピだ。白い狐玉から戦闘補助。図鑑。白い狐が自分の魂を込めて一定の期間ごとに吐き出す玉。装着すると体が少し軽くなり、道具の使用や防御などによる MP 回復率が増加する。あ、いいね。MP あんま上げてないし、回復率を上げたらいいんじゃない?対象と反応する。この狐はゴーレムじゃなくてただの石ころのようだけど。なんか、言葉の文字が、あ、珍しいんだ。だいたいボイス入ってるから、このてててって音を聞くことがめったにないってだけだ。誰がこんなものを作ったんだろう。細かいところまでよく作られてるけど。あ、ただの石ころ。まだ無理なのかな。その誰かっていうのが分かった。たらどうかできるのかな。もしこっちは完了で、この上に登る側はちゃんとあんまり見てないかもな。火山につながってる方向があるんだけど、まだそっち行かせてくれないかな。これは、あ、倒したことない。あ、でもクイックバトルいける。あ、物理バトルはできないか。まあまあ倒そう。おりゃ、こっちのイノシシの方が強いぞ。私の番だよ。おりゃおりゃ、楽勝だな。はい、新しいアイテムいっぱい手に入れてるし、いろいろできそうだな。こっちが、こっちはまあ前行っ
倒せなかったやつだ、きっと。なるほど。こっち側は？帰るだけ？これ何だったっけ？忘れたな。ちょっと覗こう。この、うわー！絶対無理。5400、240力。無理。まだ倒してない敵リストとか欲しいな。ないのかな。アルフレッドが気になるけど、倒したことがない。見かけただけで諦めたやつは入ってないな。そうか、残しときたいけどね、そういうの。そっかそっか、忘れるな絶対。おい、いつかクイック戦闘が、いや一回使わずに挑戦してみよう。小さなイノシゴーレムは一発だからな。イノシゴーレム、うん、これは物理攻撃2連続アタックで小さなイノシゴーレムを倒し、命の木を使うという、この方法私知りました。507、あー惜しい惜しい、耐えられるかどうかだな。超過回復をしたけど、あ、溜めてる。やれるな。うん、いっぺんにやっちゃおう。あー範囲がトン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 、せい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 、おっしゃー。あ、イノシゴーレムの角ゲットだ。これなんか能力値アップに必要なやつだ。あ、これこれだったな。届かないんだな。ブラックジョー近づけてよ。そっか、そうだった。シェ、じゃあこっち側は、まあ、まだ怒られるかな。あ、いける、やった、火炎窟倒したことあるっけ。まあ覚えてないな。群れだ。あ、倒したことあるっけ。忘れてるな。これ倒してるでしょう。あ、倒したことある。これは出ないな。ヤギの石像、火を吹く石像だって。やりましょう。ドン、やれるかな。一回アペット呼んで、やっぱね、様子見の防御です。弱い、いける、倒せる、余裕。うん、はいよ。特殊スキルを使います。うん、強い強い。うんうん、ドカーン。ここで耐えられさえすれば、あ、ミス。へへへへ、やれましたね。もうこれは物理です。トントントン、へへー。あ、石板だ、やった。こういう石系のやつを倒したら石板出るんだ。これは通うことになりそうだな。やった、先進める。あ、あー、ここら辺倒してないでしょう。弱いけど、クイックバトル、ドン、火炎石ゲット。ここもクイックバトル。はい。おりゃ。よっしゃ。で、そこの床絶対危ないやつで。一応ここで MP また回復して。ドン、ドン、ドン。なるほど。あ、痛い痛い痛い。え
無理やり感あったけど、小さな火山ゴーレム、これは倒せるけど数が少ないのは、うわ多い、お力だな。うしゃ、楽しい、新しいところがこんなに楽しめるなんて。はい、ドン、ふんふんふん、召喚して、うん、どうしよっかな。魔法を使うべきかな、3連続アタックかな。倒せたら嬉しかったけど倒せないか、避けられない。うん、倒してもらって命の気を使う。新しい魔法を召喚するぞ。ほい、ヒヒヒ、強い。あ、一匹一撃だったけど、うん、あとはよろしくね。うん、よろしくよろしく。おっしゃー、うわー、あの先ちょっと怖いな。はい、広い、あ、イオーゴナ、こっちも倒せるな。ちょっと大変ではあるけど、イノシシジュニアの手前からやって、倒せないよな。召喚、物理、HP を減らすけど、これで倒せたら嬉しいけどね。これ全ての力を使い、よし倒して、ターンボーナス来た。ここで命の気を、どうしても2体漏れるな。うん、それでいいかな。イエーイ、1体倒した。うん、熱々。お、でも消化した分でなんとかやれたよ。おい、倒し、で、物理攻撃2連アタックでこれ倒して、2連する必要なんてなかったね。で、あ、どうしようかな。赤い2連アタックで、うん、ターンボーナス今ないし、こっち行こう。あ、クリティカルね、ビリビリしてたもんね。うん、これ倒し、ほい、これ倒し、攻撃し、で命の木が使えると。命の木が強すぎない？よし、強すぎない？楽勝、楽勝だね。よし、アイテム拾い、うん、用語な12個も、これ駆け抜けろっていうことよね、つまりきっと。すりゃー、駆け抜けろじゃなかった食らったよ。あ、しまった、さらにここ行けないっていうね。上行きたい。回復した方がいいかな。よし、来た。はあ、危ない危ない危ない。で、こっち行こうか。ちょっと本気の無言が出たけど、あ、水牛じゃないこれ。さすがに無理だろうな絶対力で押してくる。シールド石一応使ってやるけど、お、一応耐えた。まあ、始まりの加護が効いたわけだけれども。いやー、無理があるよねー。ねえ、ブラックジョー。防御力アップみたいなやつを使えばいいのかもしれないけど、とりあえず、ルアレットだけ使って、
防御。はい、防御です。うん、あ、2回攻撃してくるな。あ、怒ってる。力が上昇した。絶対勝てない。絶対に勝てない。いつか勝ちたい。怒ってる怒ってる怒ってるって、やばいって。あー、素早さまで上昇してる。終わったなこれ。3連続、いや防御だな。いやでも、あ、うん、2回攻撃してくるからな、まあ、勝てないですねこれは。怒ってる怒ってる。はい、ピヨらない。ダメだー、それは無理です。はーい、リトライしてから逃げよう。多分直前にセーブ入ってるとは思うけどね。うん、よしよし。でも行けるところは行ったかな。よしよし、満足かな。ダン、うん、全部見たはず。あ、びっくりした。帰ろう。よーしよ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 し、うん、調べ尽くした。16分か、10分で終われるかな。うん、あ、新しいのなんか作れるようになったよね。電撃魔法は、まあいい。あ、そうだそうだ。そうだ、石板手に入れたんだ。なーに作ろっかな。補助かな。あ、これは白い狐玉ね。魔法補助を作ろうかな。これか。消費 MP がプラスして威力が上がるか。魔法陣。はあはあはあ。とりあえずこれかな。増幅の魔法陣。まあ、MP 増えちゃうけど、使う MP。MP 正直そんな使わないから。一撃一撃に力を込めて、行きたいかな。MP アップがこっちにあって、火炎魔法は、これ強くしたりとかできるのかな？強化。あれ？これ油じゃなかったっけ？あ、食べちゃった。日帰りの油食べちゃったよ私。あちゃー、そうね、そうですか。あんなものは食べるもの、食べるべきじゃなかったな。じゃあ補助魔法のこれを作っとこう、とりあえず。うん、これを魔法陣に多分入れるんだよな。補助魔法陣にこれを入れる。はい、うん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 、よしよしよし。もう1個入れられるんだ。あ、同じやつは2個入れられるんだ。 MP がすっごい使っちゃうけど、中心魔法陣は電気かな。まあ、ただでさえ MP いっぱい使うんだけど、うん、電気気に入りました。よし、これでよしです。武器進化はまだ無理で、あ、そうだそうだ、この子ご飯好みのもの手に入ってないかな、いつの間にか。むー、わがままさんだー。うん、そうか。でも一応ちょっとずつ仲良くはなってるのかな。残念。19分だ。でも気になるなー。
MP アップをこのくらい作って、楽しい魔力アップをこのくらい作って、楽しい、もう少し力、力もりもり上げて、よし、こんなもんだな。シェアチャイ、お道具で能力値アイテム使いまくり。あ、これ普通に合成しなくてもいいんだ。でもねさっき食べたことによって後悔したから、ちょっと取っておこうかな、ここら辺は。よし、こっから出かけたらすごい時間かかりそうなもんだけど、気になるもんね。捕まえたよ。気になるもん。うん、やったね。覗きだけ。じゃあ本当に行くよ。行っちゃうよ。あ、一度痛い目を見るまではこの調子だな。さあ行くよ。まさか最悪の事態にはならないよな。なんかちょっと怪しいな。やばいかもしれない。測定負荷だって。やります。あ、アルアの矢。あ、加護。あららら、もう呼び出せた？呼び出せた？加護は戦闘が始まり、一定のターンが過ぎると使用でき、MP を消費しません。加護は戦闘中一度のみ使用できます。アルアの矢は、ターンを消費しません。やった！アルアの矢使えるようになった。あ、ゴーレム呼んだな？本気じゃないか。白い小人。やれるのか？こんなの。ペット召喚、種の精霊呼んで、物理攻撃3連続アタックをこの子に当てて、うん、でターンボーナスが来たので、特殊スキルの命の、あ、こっちだったら2人に当たるな。よーし、あ、削れそう、いけそうだ。なんだい、大したことないな、バルトメ。ごめんね、そんな悪い人じゃないと思うんだけど、この子。これは本気でいきましょう。主力石板、これ。ビリビリしちゃえ。うわー、威力マシマシだからな。よしよしよし。ドーン。食らった。あ、なんだい。もうゴリゴリに育ててきたからな。赤子が使えると、パイベリーの周囲に、パイベリーの周囲に、カゴの目印が現れます。うんふんふん。カゴは特殊スキルメニューで使用できます。うん、さっき見かけた。これだ！凄まじい魔力を感じる！うわ、1049！ 私の勝ち！すまないな、バルト。今まで世話になったな。なんてこった。バルトが手加減したのか？ブラックジャー、いい加減ご主人様の力を認めなさいよ。そうよそうよ。お、また動き出した。また戦おうっての。ふむ。お、消えた。バルトが逃げてった。逃げたのかな。認められた？さあ、夢で見たタイタ、イチゴ探しに出発！結局こうなってしまったか。はあ、もうどうにでもなれ。すまないね。わあ、バルトが消えて道が開いた。さあ、外の世界を探検してみよう。なんですが、ここは切るべきだな。すっごい気になるところで、まあ私も今回動画撮るのおしまいなんで、同じくうずうずしたまま終わりです。やったー！楽しみね、外の世界が。どんな感じなんだろう。ではでは、今回はここで終わりにします。ご視聴いただきありがとうございました。